こんにちは。ということで、今日は顔出しじゃありません。人影に今、出演してもらいます。よろしくお願いします。ということで、まあ、前からまあ、ポケモンはまあ、好きだったんですけど、まあ、それがまあ、メインじゃなくてですね、まあ、前なんかちょっと顔出しやったらちょっとまずいなって思ったんで、ちょっとまあ、それまあ、非公開にして、まあ、今日からまあ、人影にまあ、出てもらいます。ということで、っていうまあ、前置きでした。ということで、まあ、第1回目として、カラフトを語る。まあ、今日はまあ、ご意見、リクエストを受け付けますってことで、まあ、いや、前回、まあ、似たような内容なんですけど、とまあ、それで、まあ、その動画は一旦削除しちゃったんで、まあ、いろいろと問題があったので、なので、もう一度まあ、この場をまあ、お借りして、まあ、言わせること、まあ、言わせさせたいと思います。はい。ということで、私は、まあ、すべてのまあ、人にですね、カラフトの、歴史、カラフトが日本の領土である理由、カラフトの鉄道、カラフトの産業、カラフトの漁業、カラフト農業、さまざまな、カラフトの市町村など、さまざまな、まあ、テーマに、まあ、から考えて、まあ、いろんな意見を聞きたいです。いろんな、まあ、考え方、ああ、こういうのあるんだ、なるほど、なんていうのを聞きたいですので、ぜひ、まあ、まあ、ご意見、リクエスト等、受け付けていますので、こういう企画やったらどうですかとか、こういう替え歌聞いてみたいです的なのがあったら、ぜひまあ、お願いします。ということで、それではまた。